3分目ですね、NHK の紅白歌合戦で25年間音楽を担当した父、芸能人の作曲家の半間元一ですね、私の父なんですけど本家でね、殺害について は2回目の母が毒殺で殺しました。で、兄弟は全部犯人です。共犯というんじゃなくて犯人です。妹も姉もね。それで、父の兄弟妹2人いますけども犯人です。あと2回目の母の兄弟も犯人で全員死刑ですね、実際上はね。で、私も毒殺でやられてますけどね。で、1,2,3 って今話しておりますけれども、まあ閣僚やってますわね。2回目の母のお父さんもね、責任取って、その時私が毒殺された時に私死んじゃいましたけども、また生まれ変わりましたけれども、弟がね、体全部、脳も全部やられました。で、復帰したのが、まあ、同じ体で、また余生2回目の、生き方となったわけですけども、それからまた父も毒殺されたんだけども、まあ、私の味方ではないですね、父はね。本拠をぶっ壊す、私の能力をぶっ壊すということで、私を殺そうとしてました。それは妹も姉もそうで、父の兄弟もそうです。関係者全員そうですね。で、かかってない、私に知り合いでは全員犯人ですね。で、で、それに対してね、人間たちは話を聞かない、殺人者も無視すると、いうのは、私に対して人間たち、私は人間の無念生物で人間じゃないんですよね。ですから言うこと絶対聞きません。で、ね、で人間たちの処分をしませんね。特に私に関連すること、私が力強くなっちゃう、まあ、ちゃんとね、役所が仕事したらね、私の力は強いということでね。で、全部無視するわけですね、人間たちはね。それで、言いたかったのは、その全部その力ずくでね、通常は私が動かすんだけど、仕事なんかもじゃないと絶対動きません。で、力ずくで人間を動かすには非常に不便でね、もっとお金がかかるんですよ。ね、人間たちに正しく、ね、動いて回るためにね、それはね、非常の時とか自分が動けない時に私の能力でもって非常の時に動かすだけですね。私は病気の時とかね、その時に動かす。通常は自分だけでね、人間よりか頭のいいコンピューターを宇宙に作ってるんでね、それで活動して仕事してるわけですね。で、私の作ってるコンピューターロボットみたいなものは宇宙に、まあ、仮想的に今は近くにはいますけど、遠くには運搬にいるわけですね。で、たった一人とは言わないけど、コンピューター一台だけで人間よりが頭いいんで全部制覇できるんですね。そんなに強いんですよ。で、問題はね、人間だけじゃなくて、人間が100億人いて、その100億倍はね、宇宙にまた敵がいるんです。人間の、ここに地球いる100億人以上の、かける 100億倍ね、は敵がいるんです。こう宇宙中に、上の生物なんでね。私一回殺されてますでしょ、地球と太陽ができる前に説明してますけど。で、生き返る装置まで壊されちゃって、自分が復元できなくなっちゃった。復帰できなくなっちゃったんですよ。それでバックの人工知能みたいなものですね。人間より頭のいい。で、の助けで残ってるね。で、また一度死んでるけども、自分の子供ということで、地球と太陽を育てて、現在地球から、地球の生物で、から、ね、まだ宇宙全体から棒が生えてるんですよ。戦争は、宇宙戦争が終わったのはいいんだけど、それがありながらまた気づいて現在ね、昔の
高い知能はまだ備わってませんけれども、ね、もう人間は越したんです。人間の体から見た同じようなもので生まれて、ね、人間の博士は全部卒業してね、人間の勉強は全部卒業したんですよ。学科全ての内容ね。だから人間にはノーベル賞を取っていようが私に勝てる者はいません。誰もね、もう上の生物なんでね、農学部か農学博士でも一番だし、医学博士でも一番です。もう人間越しちゃってます、ね、科学者としても人間越しちゃってますので、私よりが越してる知能は人間にいないんです、誰もね。でそういうことでね、上の生物なんで人間は話絶対聞きません。で世界一の億万長者でもあるわけです。アマゾンさんが長者番付1番でしょ、でビル・ゲイツが2番でしょ、それから投資家の人が3位でしょ。実際私パソコンでは1番の発明者で、彼らよりか彼らの作った会社は私が作った方が多いんです ね。で実際そうなんだけども、金を出さないっていうのは人間たちの妨害なんです。上の生物なんでね、一銭も出さないわけですね。全部嘘ついて支払いしないわけですね。例えば何か仕事を手柄しても、嘘ついて絶対私じゃなくてことを言わないわけですね。隠すんですね。で頭消しちゃうんですね、何でもね。ということでね、殺人も全部今現状ね、人間たちは頭消して邪魔して、ちゃんと役所の手続きをしないんですね。でこれ人間全員ですね。で今回私が力使わなかったのは意味があるわけです。そういう無駄な使い方しなくてね、殺人してもね、警察は役所は全部しませんよということを教えてるわけですね。知らない人もいるんで、人間たちにはね。でそれが本当なんですよって。でこっち大事なんで力を抑えてやんなければ絶対。